どうも、エルザです。それではラストオブアースやっていきたいと思います。今回は大学に向かってきましたね。多分入り口だよね。おい、タコ待ってろ。なんでタコなんて名前にしたんだ。ドミーに名前を聞かなかったのが悪いんだよ。タコか。タコね。もっといい名前あったでしょ。さあ、どうせ誰かはびこってるんだろうね。私にはどの建物も鏡には見えない。グランドへ行ってみよう。キャンパスが見渡せるはずだ。うん、鏡ではないね。広いなー。それにしても、でも学校系はさ、あんまりいい思い出がなくてね。あのめちゃくちゃ体がでかい感染者とか出たからさ、恐怖でしかないんだよね。あの全然馬に乗っててよかったね。さあ、バリケード、まださらに奥っぽい感じがするね。物資がない。お、ちょっと待った。あっちは怪しい。じゃあ昔はみんなここに住んで勉強だけしてたの。子供じゃないのに。そう、勉強して遊んで将来やりたいことを見つける場所だったのさ。将来やりたいこと。将来やりたいことよ。あ、火炎放射器、懐かしい。若干テンション上がるっていうね。いやー、これお世話になったなー。ん、ちょっと待って、火炎放射器が出るってことは、そっか、そういうことか。もしかして普通には倒せないやつが出てくるっていうことでいいのかな。それ嫌だなー。さて、倉庫で物資集めて、ちょっと改造しましょうか。そうなのね、あの工具の改造レベルが全然上がんなくて。ああ、いい感じだ。ちょっと2階行きましょうか。いやー、今回のこれは火炎放射器はあれでしょ？もう全然何にも見立てならないでしょ？あえて言うなら竹っぽい感じがするけど。いや、火炎放射器ほんとやめてほしい。なんだろうね、普通喜ぶべき武器なんだろうけど、いや、そんだけ強いの出てくるってことでしょ？あれ、意外と入り組んでるだけか。さらに降りて、ああ、そうだね、あの強化できるだけって感じだね。あれ？意外と道合ってた？もしかして。合ってたっぽいね。いや、でもエリー降りてこないしな。さて、乗れない。飛び越えれないもんね。これでもない。ということは、さっきのルートから探す感じか。ほら。こういうことね。楽しかった。なんだ、ただ寄り道しただけか、僕は。
見て。ってあれかな。あれか。本当にでかい鏡だ。馬に乗りながら物資が取れたら最高なんだけどな。どのくらいの人がいると思う？っていうかファイヤーフライ。全部数えるとなると人手が必要だ。私ぐらいの年の子もいるかな。さあ、それはどうかな。いやでもなんか怪しいよね。情報なさすぎてね。おいおいおい、なんだ。旦那の音だ。馬止まってろ。俺が見る。ランナーか。逃がすなよ。いや今回やっぱチャージャーに見えるよね。ハイドラではないと。ランナー、わ。ああ、速攻出番ですね。やめ。誰かが慌てて作ったようだな。壁のメモ。無駄遣いするな。無駄遣いするな。あー、これはもう先に。こっちはいない。ランナーは視覚的になったよね。トラップもうまく仕掛けながらって感じかな。嫌だなこの感じ。嫌だなー。あー、いる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 、めっちゃいる。あー、いるねー。ちょっと待った。あれ、軽く挟まれた。軽く挟まれたね。よし。いやー、来たー。あ、違う。来るんじゃねー、来るんじゃねー。よし。もういないな。はあ。はあ。間違って弓撃ったしね。いやー、怖え、怖えよ。ああいうのが一番怖えよ。エンジンかけた瞬間絶対来るな。なんかね、その前に取れる物資は取っといて。こっちはと、あ、ないね。ただ後ろから回ってって感じか。今回隠密は厳しいんじゃないかな。さあ、 A と何に三角か。よしよし、危ない危ない。2の3。よし、上がったー。さあ、これで何事もなければ。いや、ほんとめっちゃ。私はね、宇宙飛行士になりたかった。本当に？うん、宇宙を独り占めできるから。あ、そういうこと。かっこいいでしょ。かっこいい。いやー、でもなんかあれだね、バイオと違って萌えっぷりが良かったね。子供の頃になりたかったのは。これは気持ちいいわ。歌手。本当だよ。何か歌って。断る。いいじゃん、笑わないから。いや、絶対笑う。ジョエル、ねえ、お願い。あ、ってことは最初ギターが家にあったのはそういうことか。家にギターあったもんね。特に。何もなさげ。いや、左かな。左っぽいよね。
うん、いけないもんね。よし。さあ、馬もどこまで乗っていけるかだよね。ぴょんとね。これって猿？猿？ああ、たくさんいるな。あそこだよね。意外と動物いるんだね。なんか感動した。猿を初めて見たのか？猿を初めて見たよ。目の前にあのゴリラっぽいのはいるけどね。うん、目立たないように隠れてるのかもな。かもね。こっちかな。あのマーク、ファイアーフライだ。本当だ。じゃあちょっと降りて。タコを見てるね。嫌な名前だ。タコをバカにしてるようにしか聞こえないしな。気をつけて。そっちも。今んところはいない。あれ、試し打ちな感じだったんだろうね。燃やすのはね。動かない。あら、動かないか。まあ、確かに危険ちゃ危険やからね。アイテム取って、キャンパスマップ。まだあそこにいる。ということは動かないってそういうことか。嫌だな、こういうところ開けるの嫌だな。しかも結構ね、しゃがみするんで、索敵するときとかね。ハサミいいね。生徒の日記。いつまでいたんだろうな。3ヶ月か。10年単位じゃないだろうね。だって15年後とかだったよね。最初、娘が亡くなってからね。で調子乗って開けてるとガラガラガッチャーンってなりそうやな。奉仕だ。マジか。このタイミングで来る。佐藤月中。ああ、奉仕だね。奉仕来ちゃったね。降りるしかないのか。燃やす準備だけしといて。ん？はい、クリッカー。あー、実家ー、嫌だー。久々の登場。まあ、いざとなれば燃やすしかないんだけどね。うわ、きちいなこの配置。おぶねー。
1体ぐらいならいけるか。できれば避けたいからね。スッてあげて。ああ、いいね。やったなー。やったなー、それ。あー、あ、うそでしょ。やべえのがいるね。てか、ない、足りねえ。無理だね。あー、強えのいたわ。強えやついたわ。マジか。途中まではオッケーだったね。あ、ちょいっと待って、ナイフが足りないわ。これはナイフ足りんわ。無理やね。うん、そうか。これは、やべえな。よし、完了。はぁ、あ、いや、つえな爆弾、こりゃつえわ。助かりました。さあ、ファイアフライのタグ月中。多分ね、いろいろと探索しがいがあるはずなんで、でもやっぱ気味悪いなあいつは。やっぱ強いしね。なんて言ったってね。お、弓。あ、そっか、弓という手もあるか。まあ、ほとんどことが終わった後だけどね。いやー、でもちょっと爆弾の有効活用の仕方が分かっただけかなり良かったわ。いや、ほんと助かったね。カランカランカランバーンって、あのテンポは助かるな。いけー。おー、あ、そういうことね。ただまだ胞子は残ってそうな感じもしたけど、ナイフは使ってないから OK。 いないね、よし。こっちは物資物資。お、
これ以上は持てない。あー、刃物が足りんか。いや、こっちではないか。やっぱモロトフ爆弾は強いね。感染者はいたが大丈夫だ。ねえ、門を開けて。はいはい。またでけえ音するんだろうなこれ。ん、あー、つなげてってことか。さい、横つけて。ダメだ。1、2の3。よし、ゲートへ来い。やった。おい、通ってくれ。おい。さあ、進みますか。侵入者を防ぐためじゃないか、ビルみたいに。ああ、なるほどね。わざとか。行き止まりしてたしね。見張りはいない。何もない。誰かいると思ってたから。中に入ってみよう。まだ無理。足りないか。ほら、詰めろ。ある？いいね、物資があるのはいいね。なんか乗り降り考えると走っていった方が楽なんだよね。あんたも言ってたの？大学にってことか？うん。大学には行ってない。なんで？ああ、その頃もうサラがいたから。ちょっとだけ。なんだ？ちょっとね。ごめん。ちょっとねって。まあでも、そのサラのこととかちょっとずつ話せるようになってるのは、だいぶ心境の変化あるよね。まあそうだね、生き残りがいてくれないと。あれ、こっち、あれ、どこ。あ、いた。いや、結構移動大変だね。ほら、詰めろ。あそこか。そもそも入れる。まあ開かないよね。錆びててダメだ。他を探そう。乗り越えられるかも。マジで？まあ、乗り越えられるならそれはそれで。ああ、そっちはダメ。ああ、こっちはいけそうだね。あら、意外といけない。ああ、無理だね。手伝ってもらう感じか。
やーでも結構遠くまで来たけどあんまり人会わないよね。乗り越えられるねえ。かといってあんま降りる気ないしな。詰めてくれ。まさかね、これこれ動かせれたね。よしよし、じゃあこれを持っていってで、登るって感じか。滑らないんかい。開いた。思ってたのとは違うが、うまくいった。これで馬も通れると。あら、こっちだね、ここか。いや、ここでもない。いや、ここでもない。あれ、これでもない。ほうほう。あ、ってことはあのトラックから登る感じかな。ほうほう。あー、まだこれ使うってこと。で、馬はどこ行ったんだい。さ、これ登ってこっちか。さあ、侵入成功かな。来い、手を貸せ。よし、いいぞ。ありがとう。あたりを探そう。さあ、さすがに人はいないと思うんだけど、まあ物資ぐらいか。いや、めっちゃこれたまってに入るな。おお、ライトね。目隠しようかな。やってみるか。さあ、武器強化。4なんだよな。まあこんなもんでしょう。強化できたとしても25でかいね。これ貯めとこうか。さ、もうちょい。先まで行きますかね。特になし。なんかね、すさんでるところが多かったなと思うけど、結構人の生活感が残ってる場所が多くなってきたね、やってるとね。ナイフ。よし、開いた。開きはしたが。ツールゲットして。おお、工具。
状況が分かるまでは静かにしてよ。あ、言葉遣いだいぶ変わったね。ちょっと待った、あれを強化したい。火炎放射器、多分なんかあったような気がするんだよね。ちょっと、よし、さすがにポイント的に強化しておきたいな。射程伸ばして、リロードいるかな。うまくできた。よし、行きますか。相変わらず持てないけどね。あら、上かな。何もない。ああ、ここには医療器具があるだけだ。医療器具か。みんな急いで逃げちまったようだな。ああ、何かいるね。さあ、まだ見えない。さあ、どっかな。何が出る？エリーめっちゃガンガン行くね。おお、あ、限界。まあ、そうだね。まあ、確かに死体がないのは悪いことではない。刃物が足り、物資はね、できるだけ使い切りたいというか、フルで持っときたいから。ハサミが来ないかな。ハサミ、ハサミ。いや、ほぼほぼ今回は探索だね。あ、さらにパーツか。出ていて、そこで合流と。弾、工具。いやー、やらしいね。これで戻ってまたするのもちょっと面倒なんだよね、さすがに。あと15。ああ、気のせいか。いや、これ絶対戦闘になるよね、この配置はね。お、あ、くそ。これは見ないか。あ、でもやっぱ研究はしてたみたいだけど。寄生菌に侵された患者のレントゲン。あ、やっぱ研究はしてるのか。
あー、猿か。あー、猿ならまだいいや。クリッカーじゃなかった。ええ、ファイアフライでもない。研究してるうちに猿になっちゃったのかな。対価か。探すは何かあるかもな。まあそうだね、対価はあるかもしれないけど。レコーダー、あ、そういうことか。あ、感染してんの、あいつら。あー、それで噛まれて感染者がいきなりできたってわけか。あー、人体実験の前って感じだね。はー、ってことはあの猿めちゃくちゃやばいね。感染してるはずだと思ったんだけど。何か見つけた？反応なし。やべえな。猿型出てくるかな、もしかしたら。それ困るな。機動力が速いやつだけは、なんとしても避けたい。街の位置は知ってる。遠いの？ああ、近くはない。馬だとな。何？ファイアフライ？しろ！ファイアフライ？あの人たち誰なの？そんなことより、とにかくここから逃げ出そう。やばいね。よしよし。そしたら時間が一回切りがいいんで、今回ここまでにしたいなと思います。一回セーブしてね。いやー、そうか。新しい敵なのかな？ってことだと思うんだけど、まあまあ一旦ここまでにして、また次回やっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。